はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。これはですね、竹志農場で栽培しているみかんです。わせみかんですね。温州のわせみかんなんですが、結構実ついてるんですけどね、ちょっとわかるかな。こんな風にね、結構たくさん実ついてるんですが、どういうわけかね、ここへ来てちょっと落ち始まりました。なぜ落ちてるかは分かんないです。ただプロの農家の方ってね、定期的にこう殺虫剤かけたり殺菌剤かけたりということで、手入れしてるんですが、竹志農場の方はね、自然栽培ということで一切そういう消毒作業はしておりません。せっかくね、自分家で食べるものですから、なるべくそういう化学物質は使わない方がいいのかなということでやっております。それが原因かどうか分かんないんですけどね。ちょっと今下見ますね。はい、こんな感じで、ここへ来てちょっと落下が目立つようになりました。で、これ、どうしようかなと。このまましとくと腐っちゃうんでね、回収して、鶏の餌にできたらなと思って、ちょっとこれからね、回収しようと思ってますと。よいしょ。よいしょと。よいしょ。カメラがうまくいかない。よいしょ。はい、これからちょっと身を回収したいと思います。はい、ちょっと今1、2分かな、拾ったんですが、このくらい溜まりました。で、これは、鶏のね、餌にしたいと思ってます。一応ね、鶏は雑食で何でも食べるんで、鶏の餌にしようかなと思ってます。まだ結構ね、この辺はね、これ真ん中、これなんかね、もう結構大きくてね、もうこれで黄色く色づけば食べられるのかなと思ってます。今年はね、とりあえず夏の猛暑をなんとか乗り切ってね、ここまで実ついてるんで、たくさん食べられるといいなと思ってます。で、不幸にもね、成熟する前に落ちちゃったやつはしょうがないんでね、拾って、鶏の餌にしたいと思います。以上です。